アーロ。アーロは、スペインラリオハ州のムニシピオ、基礎自治体。エブロ川の流域にあり、リオハアルタ地区に属する。カトリック教会のカラオライラカルサダイコールログローニョ、市教が置かれている。北は、ブルゴス県、ミランダでエブロと接している。西は、と接している。南は、と接している。東は、アラバ県と接している。 北西から流れてきたエブロ川と南西から流れてきたエブロ川の支流はアーロで合流する。河川の豊富な水量は森やポプラ並木の景観を可能にし、果樹園に灌溉用水を供給している。アーロは三つの丘に囲まれている。カスティーリョ・デラモタ級、アタラヤ級、サンタルシア級である。その他のサントドミンゴ級には貯水槽が設置されている。 地中海性気候と海洋性気候の影響を受ける。年平均気温は摂氏12.6度。最も寒い1月の平均気温は約摂氏5度。最も暑い8月の平均気温は摂氏20.6度である。冬には霧が発生する。降水量は年間平均504ミ、mm、リメートルであり、月別では多い時で58ミリメートルである。 アーロの名前の由来については、はっきりしたことはわかっていないが、20世紀の歴史学者による説が有力である。ドミンゴ・エルゲータは、この地方が航行できたので、エブロ川との合流点を照らした、ラモータの丘の灯台を管理していた田舎町の存在について主張している。スペイン語で、灯台は、ファロであり、エルゲータは、ファロがやがてハロに変化したと即している。 古代ローマが支配する以前のこの地域にはと呼ばれる、ケルティベリア人が居住していた。ローマ領ヒスパニア時代、カストルムビリビウムという名の砦が作られた。5世紀頃、ギリシャ人たちは、ファロと呼んだ。アラブ人占領時代の9世紀には、ワディアルムと呼ばれた。初めて歴史上に名を残したのは1040年、ナバラ王の文書で、ビリビウムクンファロとあった。 1063年の文書には、町に、ユダヤ人共同体があったことが記されていた。1187年、カスティーリオ・アルフォンソ8世は、アーロニフェロ、特権を授けた。同時に、ユダヤ人共同体に、アルハマ、特権を授けている。1358年8月6日、ビトリア、ログローニョ、ナヘラ、サントドミンゴデラカルサーダ、ミランダデエブロ、の町の代表が、 アーロに集い、犯罪者や権力者に対して、町々が協力するために条例が作られた。1430年、フアン2世は、ペドロデ・ベラスコをアーロ博とした。1811年のカディスでのコルテスで、世襲貴族による大土地所有が廃止されるまで、アーロは、ベラスコ家に支配された。1520年には、カルロス1世への特権を初めて受けた。 1710年、アーロは、フェリペ5世に忠誠と服従を誓った。18世紀初頭のスペイン継承戦争時には、アンジュ公フィリップの日マリアルイサトズカ3歳であった、アストリアス公、ルイ、後のルイスイッがアーロへ避難した。継承戦争終結後、新王フェリペ5世は、アーロの町にウイノーブル、ワイムイリール、最も王に忠実で最も高貴という号を与えた。 13世紀前に建てられた。今日ではその城は何らの形も残っていない。国王の所有であった。また、アタラヤとして知られているモータの丘にあった。その維持と防御は、カステイリアのアルフォンド8世が13世紀の後半に、ユダヤ人たちに与えた特権をなくすことによって、ユダヤの住民たちの責任となっていた。アーロのロペスデイアス3世がレオン及びカステイリアの サンチョ四世によって暗殺された後の1288年に、ロペスの中心たちと、住民たちのカステイリョでの力が強まった。サンチョ四世は、エル・アラバリを取り、その住民たちを、ビアボーナとして洗礼した。彼は、その当時までアーロに属していて、多くの権威と特権のアーロの地名を消させた土地に、帝臣たちを呼び集めた。カステイイリョの場所は2ヶ月以上続いた。 その後で、国王の味方たちがその町を押し潰し、城壁を壊し、住民たちを略奪した。城を守り、アーロの忠実な協力者であるとの理由で、戦いの後で、さらに最も懲らしめらながら、特権と財産を失って、多くのユダヤ人たちの犠牲者が出た。国王は、アーロ二次軍を集結させた。その当時、アーロの地は、アロオ家が所有していて、 歴代の国王の権力が及ばない、違い方権を有する地であった。城の方囲は2ヶ月以上にわたり、その後、城を制圧した国王軍は城壁を壊し、住民を略奪した。多くのユダヤ人が犠牲者となった。そしてさらに、ユダヤ人は、城の警備にあたり、アール家の忠実な協力者であったため、戦いの後、彼らは最も重い処罰を受け取っ権と所有権を、 失った。1808年、アーロはナポレオン率いるフランス軍に占領され、町にはフランス軍の本部が置かれた。ジョセフ・ボナパルトが行政府を設置した初めての地となった。1833年にはログローニョ県が設立され、アーロはウルゴス県の行政区域を離れた。 第一次カルリスタ戦争中の1834年3月13日が率いるカルリスタ、カルロス主義者と自由主義者が近くで戦う。敗走した自由主義者の一部は農場労働者に紛れたが、一部はエブロ川にかかるを渡ろうと試み、その大半はブリニャス橋周辺での戦闘で死んだ。ブリニャス橋にはカルリスタ戦争の慰霊碑が建てられている。 1901年と1902年の2年にわたり、アーロ周辺のブドウ畑がフィローキセラに侵されて被害を受けた。ヘレスデラ・フロンテイラーが最初に電気式の街灯を導入してから、アーロも電気式街灯を導入した。なお、1990年にこれを記念してヘレスデラ・フロンテイラーと姉妹都市連携を結ぼうしたが、取りやめとなった。そして、この時代に、 アーロ、パリそしてロンドン、ようやく明かりのあるアーロに到着したよ、というフレーズが生まれた。1877年8月26日に、アーロのラ、ミネルバという製粉肥料工場に伝統が初めて設置された。その伝統は、サンタンデールの社によって作られた発電機によるものであった。その頃社は、時代の流れで、オーストリア・ハンガリー式から工業的伝統を、 試策するその地方発の工場に変わっていた。1888年頃、ガス灯による街路灯には問題があったので、1889年1月の初め、電灯の設置に関する議案が議会に提出され、調査委員会が作られた。その年の12月31日、電気による公共の街路灯の敷設のための最初の基礎工事が行われた。 1890年1月31日に、ようやく最初の伝統の場所や拠点が発表された。1月26日には、フランスのベニート市長によって承認され、その後3月10日に、その装置に対する最小の競売では入札者が、一人も現れないことが分かった。その出品番号は業務による報酬を改善して、5月15日に、再び入札を提示。 そしてコンサロイルナンデススビアウレだけが現れ、その人と5月23日に契約を正式に結ぶこととなった。それらは夜通し証明する1000の強さのアークと、電灯発光及び16色光の白熱電球260個であったに違いなかった。そして発電機は直流でなければならなかった。1890年9月7日、ついに平和の広場にいて、 電気式街灯の本格的な最初の設置が完了し、実用化となる予定だったが、またもや光の機能に問題があったので修理され、1891年1月1日に、ようやく平和の広場の初の本格的な電気式街灯が実用化した。カスティーリャ国王のフアン二世はオメディーナデルカンポの王国議会開催中、第一アーロ白爵に任命した。 それは、アラゴン国王である、フアン2世との交渉中に借りた助力に対する、恩義ゆえのものあった。とその妻、フランスイスカ、パウラ・ベ・ナビーデスは、その領有地の支配権を持っていたが、1811年に、貴族制度が廃止されたことによりアーロ家最後の、伯爵となった。ディエゴの死去もその同じ年であった。アーロの竹は、赤字の上に従眼月教壁が描かれている。 この教壁は、レンガ造りであり、門や窓が付けられている。教壁の両側には、大きな二頭のライオンが後ろ足で立ち上がっている。縦の上部には、公爵の王冠が被せられ、下部は金羊毛で縁取られている。自治体機は、カスティーリア地方に、典型的なバーガンディ色、赤字の下地の中央部に縦が描かれている。公式な参加は、カステルムビリビウム、 もしくはアーロ・ラビエ派と呼ばれている。がこの参加の施設を、ミゲルデ・ラ・フエンテ・アルバレスが反復の部分を作曲し、エンリケ・エル・モシー・ラディエスとホセ・フェルナンデス・オリエーロが作詞した。1942年9月7日に初上演された。同年11月6日に、視聴者で行われた会議で、ビクトリアーノ・ピネーロ・ビカリオ市長の提案のもと、公に広められた。 アーロの水壺は1914年10月24日まで長い間使われていなかったが、ホセ・フェルナンデス・オリエイロ市長が市の公的書類を調査中に偶然発見した。そして市議会にそのことを伝え、議員らの承認を得て現在まで市長執務室に展示してある。オリエーロ市長によると水壺の起源は自治体市長を決める選挙にあるという。 選挙に用いるために水壺の中に穴の開いた粘土製の袋を入れ、さらにその袋の中に投票用紙を入れていた。アーロの水壺は1980年代にミゲル・ロハス市長によって自治体の報奨として制度された。1975年4月10日、旧市街が重要文化財の中のカンフンとハオラ湖、アーティスティー湖に指定された。また、 サンティアゴでコンポステーラの巡礼路が街を通っている。1863年に、ナバーラ地方南部のトゥデラとバスク地方のビルバーを結ぶ鉄道路線が開通し、1880年にはワイナリーが集まる地区にが開業した。2004年にはより市街地に近い場所にが開業し、ミランダでエブロ、ログローニョ、バリャドリト、サラマンカなどに向かう列車が停車するようになった。 2007年には、ビルバオやバルセロナと、アーロを結ぶ列車が廃止されたが、その後、バスク地方やカタルーニャ地方と、アーロを結ぶ列車は、部分的に復活した。現在のアーロ市内の鉄道駅には、1日あたり4本の列車が停車するのみである。1916年から1964年までは、ラリオハ修正端部のと、アーロを結ぶ、狂気路線が運行されていた。今日では、 路線跡の一部が緑道となっている。アーロには、市とパテルニーナ宮殿、カスタニャレスで、リオハ通りという二つのバス停がある。ミランダでエブロと、ログローリオを結ぶ、バス路線、VLR-113 系統がアーロを通って、おり、これに加えて、ナヘラ行き、カンタブリア州、サンタンデール行き、サントドミンゴデラカルサーダ行き、ビトリアイコールがステイス行き、 ビルバオ行きのバス路線もある。アーロには、ビルバオとアラゴン州サラゴサを結ぶ高速道路が、通っている。2005年9月には、44の都市で、共通のタクシーサービスが、アーロにも開通した。アーロからエブロ川のほとりまでには大規模なポプラの地帯が広がり、ヨーロッパ民区が生息し、ヨーロッパの自然保護ネットワークに登録されている。には、マス、ナマズ、などの魚。 ディスコスデ・ビリビオー産にはヨーロッパウズラが生息している。また、アーロ内の公園などでは、銀泥やセコイアデンドロンなどが見られる。アーロで行われている第一次産業は主に穀物、ビート、ジャガイモの栽培であり、羊が主に家畜されている。また、1919年には採石の産業も開始された。アーには2つの工業地帯が存在し、 また、鉄道駅の近くには、スーパーマーケットとワイナリーが存在する。スペイン最大のワイン産地として知られるリオハの中でも、アーロは特にワイナリーが集中する街である。1877年に設立され、現存する家族経営の生産者としては、リオハ最古のワイナリーある。1879年に設立され、フェリペ皇太子とレティシアの結婚式で、 インペリアル1994が使用された、クネ社、ビルバオ出身の実業家によって1901年に設立され、アーロ駅前にワイナリーを構えるボデガス、ビルバイナスなどがある。アーロには、リオハ州立ワイン博物館があり、リオハ地方のブドウ栽培、ワイン生産に関する展示がなされている。毎年6月29日の聖ペドロの祝日には、聖、 フェリセスでビリビオの巡礼祭という伝統的な祭礼が行われ、参加者たちが水鉄砲などを使ってワインを掛け合うバターリアデルビのワインの戦が行われる。アーロには飲みの市のイベントがしばしば開催されており、また地としても知られている。アーロには二つ星、三つ星、四つ星のホテルが存在し、お葉川の近くにはキャンプ場が存在する。また、 旧市街にはタパスや飲み物が提供されるバルが並んでいるエリアがある。アーロにはいくつか耐水槽が存在し、毎日約250万リットルの水を消費しており、都の境目に海峡が位置している。1995年3月9日に建設された。2006年には人口が増加し、市は約400万リットルの水を消費するようになった。 最近では、おハ川の水を供給し、硝酸塩の濃度を減らすプロジェクトが進められている。アーロには発電所が存在し、サントドミンゴデラ・カルサーダにエブロ川から処理水を送り、送電している。アーロには、二つの公立の小学校と一つの中等教育が行われる学校が存在し、また、音楽学校や語学学校も存在する。 アーロにはいくつかの保健センターが存在し、ラリオハ州の保健ネットワークで管理されており、また二次救命処置が行われる病院も存在する。また、アルツハイマー病患者や高齢者のための養護施設も存在する。都市部では赤十字社も活動しており、電話でを発信すると赤十字社のメンバーも同行してくれる。アーロでは、今日は単一の会社に夜での葬儀が多い。 かつて、サンタルシア級2805年にできた墓地があった。また、礼拝堂の近くには、墓地が存在し、埋葬されている人の多くは、これらの流行時に、これらに感染し、亡くなった人たちである。アーロでは、トグアルディアシビルの弊社が存在する。アーロで活動するボランティア団体は、1985年に、市民保護を形成した。との協力により、 1985年以来の3つのラジオ局がアーロには存在し、エル・コレオや、などの新聞配達員もアーロに派遣されている。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路は、フランスの自治体を通過した後、最初にフランスとの国境線があるスペインのイルンに、つながり、サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサーダを通過した後、アーロにやってくる。アーロの伝統料理は、多くの場合、 園芸農業で生産された野菜が使われる。その料理として、ピキーリョ料理、肉詰めピーマン、ソパデアホ、ポロネギサラダ、料理、ヨーロッパウズラの卵料理、が挙げられる。アーロの伝統料理で人気なのは、ラムを使った料理であり、内臓、抗ガなどの部位が食されている。夏になると、アーロでは、アサードがよく食べられており、中でも、チョリソー、プラットソーセージ、は、 ラリオ派では、アサードの定番の具である。アーロは、季節によって食べる料理が異なる。例えば、ジュナン州の時には、アーロでは、ドーナツやカタツムリが食べられたり、というカクテルが飲まれる。また、シャニク祭の日には、大西洋ダラや、ブタロース肉などが食べられる。アーロで行われるイベントは、主に守護聖人を祀るものと、ベガの聖母を祀るものが多い。アーでは、 サンタベラクルスでアーロの兄弟を祀る。その他にもフットボールクラブはアーロでは数多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。